補助翼による機体のバンク補助翼とは飛行機をバンクさせるのに使う動力である。エルロンと表記することも多い。左右の主翼公園の外側に取り付けられており、補助翼は機体の前後軸を中心とした回転運動を制御する。旋回飛行時での機体にかかる力の釣り合い。エルが旋回飛行時の揚力、シータは機体の傾き角度、ルコスシータが 旋回飛行時の揚力の垂直分力、ローシンシータが、旋回飛行時の揚力の水平分力、F が遠心力、W が重力。主翼と尾翼を備えた一般的な形状の飛行機では、主翼の公園の外側に取り付けられており、飛行機のロ浪軸周りのローリング飛行を行う際や、旋回飛行を行う際に使用される。飛行機が機体を右に傾けたい場合には、 以下の操作により行う。操縦席にある操縦輪を時計回りに回転させるか操縦桿を右に倒す。左翼の補助翼が下がるのと同時に右翼の補助翼が上がる。左翼の揚力が増加すると同時に右翼の揚力が減少する。重心回りに機体後方から見て右回りのモーメントが発生し機体が右へ傾く。旋回飛行では 旋回の際に一定の旋回半径を保っていかなければならないため、右に旋回飛行をしたい場合には、以下の操作により行う。機体を右へ傾かせた後、操縦席の下にある右側の方向打ペダルを踏む。機体後方にある垂直尾翼の方向打が右に曲がる。機体が右旋回飛行を行う。旋回飛行には、求心力と遠心力とが釣り合って、 高度と旋回半径が変わらない旋回する。定常旋回、急進力より、遠心力が大きくなり、外側に滑りながら旋回する。外滑り旋回、遠心力より、急進力が大きくなり、内側に滑りながら旋回する内滑り旋回がある。定常旋回の際に機体にかかる力の釣り合いの図を、使用して説明すると、機体が旋回のため傾いた場合、揚力の延直分力、 ルコスシータと揚力の水平分力、ローシンシータが発生する。その後に方向打を操作して、溶軸周りの旋回を行うが、もし方向打の操作を行わないと、傾いた側に横滑りを起こす。傾きによるスリップをうまく方向打の操作で打ち消すと、揚力の延直分力、ルコスシータと重力 W、揚力の水平分力、ローシンシータと遠心力回が共に釣り合う。 旋回飛行時には遠心力が発生するため、機体に加速度が加わっており、その程度を表すものとして、過重倍数を用いている。過重倍数は、傾きの角度に比例して、大きくなるため、搭乗者にとっては重力が増加したようにしか感じられず、横向きの力などは感じない。また、傾きにより、機体の揚力が減少するため、旋回飛行時の失速速度は、 水平飛行時よりも大きく、通常の水平旋回では、それを補うために、機種上げ及びパワー増加操作を行うと、心身だけのよう軸回り右旋回のモーメントが発生する。テールロンを作動させた回マイナス16一般的に、補助翼は独立した動力だが、一部の飛行機では他の動力の役割を兼ねているものがある。前二者は元になる二種類の動力が、 同じ場所にあるため兼用とされたものだが、52社は工述する操縦性の問題を解消するために採用される。ジブコエッジ540の補助翼に取り付けられたスペード操縦桿が機械的にリンクされている機種では操作に必要な力を軽減させるため、補助翼の下部にスペードと呼ばれる三角形の小さな翼を取り付けることがある。 操作量は多くなるが軽量化のため動力と操縦桿を工作でリンクさせる極技飛行機に採用されている。バンク時、補助翼を操作した時の空気抵抗により旋回したい向きとは逆に機種が振られる現象である。上機の左バンクの例では左翼では補助翼が上がり揚力が減少し、反対側の右翼では補助翼が下がり揚力が増加して、 機体を左側に傾かせるが、補助翼の作動角度が同じでも、補助翼の下げ側の方が、上げ側より空気抵抗が大きく、それにより、機種は傾いた方向とは逆の方向に振られるようが発生する。これをアドバース用と呼ばれており、この現象を解決するためには、補助翼の作動範囲を、上げ側を大きくし、下げ側を小さくする作動機構を、 操縦系統に組み込んで左右の補助翼を作動させた場合の空気抵抗を同じにするか、または主翼上面にあるスポイエロンを使用して左側のスポイラーだけを展開することにより左翼の揚力減少で左バンクすると同時に左翼の効力増大で旋回が合いのようを発生させることができる。補助翼の操作によって主翼がねじれてしまい 結果として意図した方向とは逆に機体がバンクしてしまう現象のこと。薄くて細長い主翼を持った機体が高速で飛行した場合に起こりやすいとされる。大型高速機では主翼の内側に補助翼を用意したり、テールロンやスポイエロンを装備するなどの対策を取る機体が多い。主翼に抗体核を与えることによっても緩和できるが、この目的で 交代格を与える事例は少ない。ありがとうございます。